はいどうも、発狂マシンガンのアシス。今回はゼロから始めるeフットボールシャープ5ということでやってまいりました。今回なんですけれども何をやっていこうかしら。まあいろいろ進めていきましょう。まあシャープ5撮ってる時点ですね。まだシャープ2までしか投稿できてないということで、ちょっとごめんなさいって感じなんですけど、まあ、結構ね、最近進んでおりましてですね。ディビジョン戦が、まあ、前やったとこから変わってないか。まあ、ディビ4で、まあ、一勝したよと。で、フェーズがね、明日終わっちゃうよね。今日5月8日に撮ってるんですけど、明日フェーズ終わるということで、シャープ5とシャープ6、今からちょっと同時に撮ろうと思ってるんですけど、最後にね、ディビ3いけたらいいなっていう、そういう感じでやっていこうかな。まあ、このシャープ5とシャープ6でね、ディビ3目指してやっていくんで、ぜひ見ていってもらえたらなと思います。まあ、それに合わせてちょっと今回、まあ、補強もしつつ、やっていけたらなと思います。そこで最初に良ければチャンネル登録と高評価本当にお願いします。すぐやってみましょう。これ結構報酬も溜まってて、まずコインがイベントやった分50コインと50コインで950で、最近ログインボーナスでね10コインもらえたりしたんで、結構溜まってるんじゃないかなと。うん、こんな感じで、まあ、1000はまた戻るんじゃない。あと10コインない。ありました、ありました。お、ちょうど1000戻ったね。前ね週間 FP 引いたけど、ちょうど1000戻ったって感じですね。で、まあ、あとは週間 FP ゲットしたのと、今回ね、もうちょっとついにあの選手解禁しようかなということで、こちら無料で獲得できるね、サントスネイマール。シャープ5で解禁早いかなとか思ったんですけど、いや、そんな関係ないわっていうね。この企画に関してやっぱり、初期赤から無課金の、まあ、リアルな成長、そういうところをね、見せていきたいんで。別にもうすぐゲットできるしね、こんな。ということでもう受け取ります。はい。いいでしょ、別に。さあ、ということで来ました。これはもう、大幅強化よ。今までまあ使ってなかったんで、まあこっからもうディビさんも簡単にいけるんじゃないかということで、ありがとうございます。で、まああとはレバンドフスキもこれもらえたり。いいですね、これ。まあいろいろもらってるんで、もうこれ、一気抜け取っちゃいます。ということで、まあ GP も結構溜まってたり。もう今回、ちょ、監督買っちゃおうかなって思ってるのね。今ちょっとね、こう70で頑張ってきたんやけど、ちょ、ガチでちょっと一回ディビさん今回目指したいんで、別にいいのかな、監督ぐらい。ちょ、シャビアロンソね、買おうかなとか思ってたんですけど、正直ね、こう、無課金やかでね、監督のためだけに500コイン、ちょ、厳しいわ。よくよく考えたけど。監督よりね、もっと大事な使い道があるんじゃないかと、500コイン。そうなった場合、まあ、GP 使ってでも監督買っといた方がいいんじゃないかということですね。まあ、ショートカウンターかロングカウンターどっちかやっていこうかなって思ってるんですけど、いや、どうしよう。ショートでいいかな。まあ、ロング方が守備安定しそうやねんな。まあ、でもショートにしとくか。ということで、まあ、今日はちょっと監督も買っちゃいます。大幅強化していくわ。今回に関しては。ついに監督買っちゃいました。まあ、結構ね、このシャープ5進めちゃおうかな。まあ、結構勝手にね、進めちゃってるんですけど、許してください。いや、これでかいね。だいぶ変わるんじゃないかな。今回ゲットしたこのサントスネイマール入れて、メンツ結構いいな。ロドリゴもリンクフォワードなんやな。ライブレ欲しい。ムバッペ欲しい。ムバッペめちゃくちゃ欲しいねんけど。じゃあもう2リンクでいいか、逆に。まあ、一旦こんな感じかな、スカットは。ネイマール一回育成するか。これでかすぎるわ、ネイマール。トレーナーも結構溜まってるね。大幅強化になるんじゃないかなと。今までサントスネイマールなしで頑張ってきたけど。まあこれはさすがに許してくれるでしょ、みんなも。初期赤から始めても結構すぐゲットできたんで。まあいいでしょうということで、育成していきます。はい、ということで今回のサントスネイマール育成こんな感じにしてみました。まあドリブルと脚力に結構振ったって感じで。まあこれでいいでしょ。いやー、これは大幅強化入りましたね。ネイマール能力見ると、このドリブル 101ね。無課金でこれ使えるってだいぶ夢あるね。で、まあ決定も高かったりスピシュンもあったり、めちゃくちゃ強くない、これ。いや、素晴らしいっすね。ネイマール神やわ、これ。え、このネイマール今回持ってないんや。え、嘘やろ。ちょ、スキル追加しようかな。スキル追加5枚あるんで、もう直付きやっちゃいます。シザースいらないね。スパサブは普通にまあつけとこう。エッチターンはクソいらない。エアバトルもつけとくか、もうめんどくさいし。エッチタも今回出ず。ということで、スキル追加失敗しました。でもスカットめちゃくちゃ良くなってないな。普通に強いな。ほぼハイライトになってきたり。ちょっとまだ育成できてない選手も多いんやけど。トレーナーがね、結構足りんくなってくるんでね。まあでもこのスカットあれば、まあ十分なんじゃないかなということで。習慣引いていきます。習慣無料分ということで。
今回の狙いはやっぱサカになるんじゃないかなと。いや、サカこれ強いね。めちゃくちゃ強い。まあ、ダブターないけど、めちゃくちゃ強くて。あ、イサクもいるね。俺今回の習慣全然見てなかったわ、そういえば。あ、イサクもいいな、これ。イサクも欲しい。ライブレやしね。いや、これイサクでかいな。ライブレ欲しいよ、今。でも、あとデパウルとかも、うん、普通に強そうやし。ということで、習慣引いていきましょう。いや、上の選手当てれたらだいぶでかい。まあ、イサクが一番狙いかもしれん。ライブレが欲しい、マジで。ライブレ頼む。イサク来い。サカも欲しいよ。サカも欲しいけど、ライブレが欲しい、今は。お願いします。お願いします。お、サカ？あ、ちゃうやん。いや、誰だこれは。わかんない。ティルマンということで。いや、どんな能力にしてんのやろ。まあ、一回見てみよう。もしかしたら強いってなるかもしれない。二列目からの飛び出し。CF できんねんよ。まあ、ドリブル数値。まあまあまあ、レイパスも80乗ってくる。キュッとか80乗る？で、守備式やったり。お？結構やれるか。やれるな、これ。あ、スキルが、まあまあまあ、悪くはない。パスキルあったり。え、ティルマン、まあまあ、いいでしょ、これ。十分オッケー、ありがとうございます。で、まあ、あとはちょっと前回、ちょっとリクエストっていうか、教えてもらった、このムリージョ、取っちゃおうかな。せっかくやし。前なぜ取らなかったんやって感じなんですけど、このスピシュン99のお化け。もう、せっかくやし、取るわ。こういう感じでね、リクエストみたいな、ここの選手強いですよ、みたいな待ってるんで、今回ちょっと無理以上取っちゃうわ。あ、星4ならいいでしょ。まあ、結構ね、もう今日は補強しちゃうよと。で、指名契約終わっちゃうな、これ。南の1回取っとくは星4やし、なんか強いらしいんで。星5はね、ちょっと使うの躊躇するけど。で、あとこれね、ちょっと引きたいんよね、正直。もうサルビオさんがね、バカ強らしくて、めっちゃ強いんよな、これ。いや、ちょっとありか。11分の1。え、一回引いちゃうこれ。1000コインあるんやけど、サルビオやばいらしいんよ。一回だけ勝負する。めちゃくちゃやっちゃってるけど。ちょ、今日行くわ。ちょ、一回だけね、マジ一回だけこれはさすがに。ちょ、行くわ。無課金の星。頼む。マジで頼む。サルビオ来い。マジで頼む。こういうワクワク感やっぱ、やりたくなっちゃうよね。こういう無課金赤でしか楽しめない。サルビオ来い。マジで頼む。マジで頼む。マジで頼む。来い。来い。来い。サルビオ？ロモ？ロモは誰？ごめん、マジでどんな能力してんだよ。プレイメーカーで。悪くはなさそうやけどね。ありがとうございます。まあいいでしょ。なんか、攻守万能で。まあ、今回はここら辺までかな、補強は。一旦。まあ、サルビオまだ期間あったし。まあ今回試合メインでやっていきたいから。ディビさん目指してね、このシャープ5とシャープ6やっていきたいんで。まあ、全然育成してない選手いるんやけど、まあ、大体こんな感じで、スカッと整いましたね。いや、だいぶ強化されたね、今回は。監督も補強したし。一気に補強したって感じで。さあ、早速試合やっていきましょう。調子は。お、いいね。みんないいね。シャープ5では2、3試合にしとこうかな。シャープ6で何試合かやってディビさん上がるって感じでやりたいね。コンフェーズはさすがにディビさんまでかな。こっからちょっとディビさん行くのさすがにきついわ。ネイマールこれだいぶでかいからね。これでもう一気。ネイマール強っ。やばいやばいやばい。強すぎるこれ。あ、やばいやばいやばい。こんな選手いたん。無課金ですけど。無料でこんな、マジ？バケモン強いねんけど。さあ、ここにアブリ。いいね、素晴らしい。で、もう一回。いやー、パス通る。ニャブリ決めれるか。いやー、素晴らしい、ニャブリ。オッケー。2点でかいね。オッケー、前半2-0。いいですね。いやー、もう最悪。それは最悪すぎる。いや、ちょ、怖いってこれ。追いつかれるのだけは嫌や。やばいやばいやばい。それ取れんのやばい。もうやばすぎ。なんで？バペ強すぎるって。いやー、まさかの追いつかれてしまった。やばいって。そう、ネイマール行ってくれ。いやー、いけるいけるいける、ネイマーネイマー。いや、ニャブリ押し込め。なんやそれ、もうなんでそんな前行くんよ。バカかお前は。何してる？さあ、ここ落として、肩も走ってる。肩もパス出せる。うまい。ホドリゴ、かわして。いやー、無理か。アルトスピン持ってないよ、ホドリゴ。いやー、ここ交代誰行こうかな。ちょ、無理以上あかんやんけ。もう、ロモ行こう、ロモ。いや、トロサールもちょ、ぶっ込むか、ちょ、怖いけど。ちょ、2点取って余裕やと思ってたら、まさか追いつかれるとは。いや、いいね、ティルマン。新加入ティルマン、頑張ってます。いける、ティルマンいいぞ。ティルマン早い。いけ、いや、パスがうんこ。やばいやばいやばい、やばいやばいやばい。終わって、終わって、終わって、終わって。もう、オッケー。もう、しゃーない。もう、引き分けてもうたけど。いや、悔しい。めちゃくちゃ悔しい、この試合。2試合目っていきましょう、調子は。あー、リコルイスダメか。ただ補強したからこれ、替え聞くよと。これでかいね。お相手さん、こんな感じ。いや、いいスカッとしてんな。いや、さっきのマジで悔しいから2試合目勝ちたいね。やばいやばいやばい。危ない、もうメッシマジでやばいって。神の子あかんやろ、あれ。
いや、肩もの活躍よ、これ。素晴らしいよ、マジで。あぶねえ。なんとか前半引き分け。オッケーオッケーオッケー。いや、後半勝ちたいけど、5バックあかんのかな？やっぱ攻撃がちょっときついかもしれんけど。5バックじゃなくなったらね、守備がやっぱきつくなるし。いやー、難しいな、ネイマール。ホドリゴ。いやー、そう、いける？ナイス！いや、オフか！もう、なんだよね。あ、やば。オフオフオフ。あぶねえ。あぶねえ、ナイス、キ。いやー、絶対失点だけはなし、失点だけはなし。あかんあかんあかん。あかん、あぶねえ、マジであぶない。ラストいくぞ、ラストいくぞ、2分。いっけ。つないで。どこやねん、それ、もう、なんで？もう最悪だ、もう2試合連続引き分けはえぐい。ちょ、もう1試合だけやっていいですか？本当に泣きそうです。まあ、今、シャープ5とシャープ6の間に多分この動画あると思うんですけど、今、シャープ5でね、まあ、2試合やって、まあ、3試合目やったんですけど、動画保存できませんでした。ありがとうございました。めちゃくちゃいい試合やったのに。なんでこうなるんですか？どうしたマジで見せたかった。なんで超絶神試合やったんやけど。ちょっと対戦履歴で見てほしいんやけど、まあ、多分この2試合ね、この引き分けのやつ、多分シャープ5で出てて、こちら、勝ったんよ。1対0で。で、この相手のスカット、これよ、この超ハイカキンスカットね。これにね、劇的勝利したんよ。もうなんでな、マジで劇的やったのに、もうなんでマジで。なんで動画保存できてない？容量ないって。この新加入の、このムリージョと、ティルマンが頑張ったんよ。ムリージョのアシストで、ティルマンがね、多分これ 1ゴールなってるやん、これ、ほら。もう、なんでな、マジで。神試合やったのに、ほら、ちゃんと1アシストなってるやん。もう俺、めっちゃ叫んでしんどくなってまで取った神試合、保存できませんでした。もう、どういうこと？もう、やってられん。ほんまにきつい。マジできつい。もう、あかん。もう、ほんまにあかん。ほんまにいかれそう。マジで、もう、って感じですわ。まあ、この今の心情はね、シャープ5の最後と、シャープ6の最初で流れてると思うんですけど、本当に励ましのコメント待っております。マジで見せたかった、ね。ということで残念なんですけど、シャープ5は、これにて動画終了です。もう最悪です。ということでご視聴いただき、ありがとうございました。まあ、切り替えてやっていきたいんですけど、貯めてました。こちら無料分1回だけあるという、このガチャ運命変わりますね。行こう、もう頼む、マジで頼む。あー、あかん、もうメンタル崩壊してる。海だ、にゃぶり、なんで止める、よし。